はい、どうも、サーロクです。本日はシュミテクトこちら、コンプリート1見ていこうかと思います。それでは行ってみましょう。はい、それでは、シュミテクとこちらコンプリート1見ていくんだけども、7つの働きが1つにって書いてあるね。その7つの働きってのがここにいろいろ書いてあるみたいね。まあ、買った人読んでみてください。その中で、この歯を白くするとか、この歯石沈着予防、これにはなんかね、米にって入ってるね。こっちにもそうなんだけど、米にって入ってるよね。これね、何かっていうと、はい。箱の裏あたりを見るとね、ここに米2があるね。まあ、ブラッシングによるって書いてあるんだけど、結局はブラッシング頼みになるのかな。まあ、これじゃなくてもできるような、気がするけど、わざわざ書く必要があるのかどうかわかんないけどね、ブラッシングによるんならね。はい。そんな感じでございます。じゃあね、今からちょっと歯を磨いてみようと思うんだけど、まだ使いかけがこっちにあるからね、こっちでやろうかと思います。はい、それじゃあね、今から使ってみようと思うんだけど、まず蓋の開け方は、根元をつまむと取り外せるタイプだね。はい、こんな感じで取り外して、じゃあ実際に歯ブラシに乗せてみましょう。まあ、ちょっと出てるけどね。おっと。ボウッとか言って。はい、ピント合ってるかな？合ってないね。こんな合ってるかな？まあ、こんな感じで真っ白だね。真っ白の、歯磨き粉のようです。まあ、どれもそうかな。はい、それでは実際にちょっと磨いてみましょう。これ、あ、結構清涼感があるね。あのね、まあ、成分表を見てみると、あの、清涼剤の中に、まあ、ハッカ油とかね。なんか、メントールが入ってるみたいだから、それから。で、あと、これは何だろうな。香味料に、なんか、クリーンミントが使われてるみたいだから、その味かな？結構清涼感が強くて、磨いてても、いい味です。まあ、よくわかんないけど、いい味です。まあ、こんな感じかな。まあ、普通に歯磨きだからね。で、あとちょっと、ゆすぎます。歯ブラシをゆすぎます。はい、まあ、映ってないけど、まあ、バケツね。はい、こんな感じかな。あとはね、まあ、最後にちょっと話しておくと、フッ素配合だからね。そのフッ素もね、なんか種類があるみたいで、その中で、まあ、今一番主流なのかな。一番なんかね、有効なものらしいんだけど、この、フッ化ナトリウムっていうのが使われてるみたいだね。はい、そんなところだろうか。シュミテクト、いい歯磨き粉だと思います。以上でよろしいでしょうか。それではまた別の動画でお会いしましょう。チャンネル登録をよろしくお願いします。バイバイ。